こんにちは、ドルメロチャンネルです。さて今回は、一口馬主さん向け企画の繁殖牝馬編として、19年産駒が8年に一度のマックス活性にあたる牝馬たちの様子をご紹介していきます。でマックス活性の効果などね、その詳細についてはぜひ過去動画を見ていただきたいのですが、確認の意味も込めてね、ここでは簡単にね、触りだけご説明しておきます。そもそもね、サラブレッドは8年をワンサイクルとする太陽のサイクルを持っていて、遺伝やね、体力の継承など馬の体に起こることはね、このサイクル上のどの位置にいるかに依存するというふうに考えられています。中でもね、最も不思議なことが起きるのがこのサイクルのね、最終年8年目なんですよね。この8年目のことを特にマックス活性期と呼びますけども、また同時にね、このマックスまで上昇した活性値が少し経つと突然ゼロにね、急降下してしまうのも同じ年であるということに注意が必要です。このマックス活性期の繁殖に種付けされて受胎し、翌年ね、無事生まれた産駒には良い効果がね、2つあるとされています。で、1つはね、母馬から子馬に生涯最大のね、基礎体力が継承されること。で、そしてもう1つがね、産駒のスピードを補完するという効果です。このうちスピードの補完に関してはまだこの動画内でね、お話ししていませんけれども、基礎体力についてはこの年のね、体力継承がマックスかゼロかによって産駒の丈夫さにね、大きな影響を与えることはもう明らかですよね。で、しかし先ほどもお話しした通り、この年の繁殖牝馬に種付けさえすれば全ての馬がね、マックス活性の恩恵に預かれるかといえばそんなことはないんですよね。マックス活性にはね、恩恵を受けるリミットの比があります。本家の説と違いましてね、私の考え方ではそのリミットは牝馬のね、満8歳の誕生日から2ヶ月目までとしています。この満8歳2ヶ月を超えてね、遅く種付けされた馬はいかなる事情があってもね、マックス活性の恩恵を受けることができません。ということはね、スピードの補完がないばかりか、基礎体力の継承もね、全くのゼロに終わるということなんですよね。このゼロという掟がね、やっぱり厳しいんですよね。で、これをね、もう少し実際の例でお話ししましょう。例えばね、ここに4月1日生まれのね、繁殖 A がいます。 A がね、満8歳を迎え、さあ今年もね、種付けをしようかという時に、まずね、誕生日前の3月15日に種付けをした場合、これはね、当然産駒はマックス活性 OK ですよね。で、そして私の考えでは、誕生日の後でもですね、4月の15日、さらに5月の15日の種付けであっても、マックス活性は OK とみなしています。しかしね、誕生日から2ヶ月目を過ぎた、まあ6月1日を過ぎたね、6月15日の種付け、これはね、明らかにリミットを超えていますので、ゼロ活性となってしまいます。でもね、これを見て、なんだゼロ活性といっても、まあそんなに遅い種付けでなければね、大丈夫じゃんと思われる方がいるかもしれません。ところがね、昨今は子馬の早い成長が好まれることもあって、生まれの早い牝馬っていうのがね、たくさん登場しています。そこでね、もし繁殖の誕生日が2月の1日だったら、これはどうでしょう。今度はね、リミット、マックス活性のリミットが4月の1日になりますんで、この4月の15日から後の種付け産駒、
これはすべてゼロ活性、つまりね、母から子馬に何の恩恵もない年になってしまうんですよね。で、4月の1日の種付けって実はそんなに遅くないですよね。出産予定日は翌年の3月の1日ですから、むしろね、平均以上に早いとも言えそうです。ですから誕生日の早い牝馬が繁殖に上がると、まあ期待のねマックス活性年がことごとく裏切られる結果になるという恐れさえあるのです。さてここからは、実際のね、一口馬主クラブにおいてマックス活性年のね繁殖牝馬がどのような繁殖活動を行ったか数字でね見ていくことにします。で今回ね、ドルメロチャンネルでは主なね、主要な6つのクラブをピックアップして調査しました。その内訳はね、サンデーさん、シャダイさん、G1 さん、シルクさん、キャロットさん、そしてね、トーサラさんの6クラブです。で、この6クラブにおいて、昨年募集があった母馬のうち、今年の19年産駒がマックス活性となるはずの母馬、73頭いるんですけどね、これがね、調査対象となります。しかしね、これらの19年産駒は、今年もそのクラブで募集がかかるとは限りません。まあですからね、あくまで昨年まで母が在籍したというだけのね、グループ分けですので、まあ、気になる方はね、各自で産駒のその後をね、追っていただけたらと思います。さてそこまでね、ご承知いただいた上で、対象となる73頭のうち、今回みんなにご紹介できそうな母の産駒は、31頭、率にしてね 42% という結果が出ました。つまりね、2018年の種付け時に生涯最大のチャンスを生かした牝馬はおよそ半数もいなかったということなんですよね。で反対に、リミットを過ぎたゼロ活性やね、その他さまざまな事情で、まあ、生まれてはいるものの今回ちょっとご紹介できない産駒、これがですね24頭、率にしてね 33% もいます。まあ期待馬に紛れてね、まあ、同じくらいだけ不安の多い馬もねいるということなんですよね。でそして残りの18頭、 25% の母馬がね不受胎流産などでね、この年の産駒がいない馬となっています。じゃあね、期待大のマックス活性産駒31頭の内訳はどうなっているかというと、まずね、牡馬牝馬の割合は、ほぼね半々、それぞれね、15頭と16頭という結果でした。それからね、グラフにはしませんでしたけども、主牡馬はねどんな乳が多かったかというと、これはかなりねバラエティに富んでいて、特にね偏りや特徴はありませんでした。一番多かったのが、北サンブラック、ハーツクライ、そしてねハービンジャー、これが3頭ずつで最高で、全体ではね、16種類の乳産駒がいましたので、この点はね選びがいがありそうです。ところがですね、これはね、その良さそうなマックス活性産駒を昨年母が所属していたクラブ別にまとめたグラフです。先ほどもお話した通り、19年産駒中でもね、紹介できそうなマックス活性産駒、これの平均割合はね、全体の 42% です。でしかしね、これを昨年所属していたクラブ別に見ると、このクラブによってね、マックス活性を生かした母がたくさんいるところと、全然いないところに、もうはっきり分かれることがね、今回分かったんです。で、平均の 42% に達しているのは、左側のクラブね、3つなんですけども、
まあ、特に遠沙羅さんのね、所属の母馬たちは、実にね8割がチャンスを生かしたマックス活性産駒をね産んでいます。で一方でね、昨年キャロットさんに所属していたマックス活性の母馬たち、これは率で言うとですね3頭に1頭しかチャンスを生かしきれておらず、まあ、G1 さんに至ってはね率にして 14%、 7頭中ねたった1頭という結果に終わっています。ただこの G1 さんではね何が起きていたかというと、紹介に至らなかった6頭のうち1頭はね昨年のセレクトセールで、まあ、買われていったんですけども、残りの5頭はね残念ながら不受胎等で産駒そのものがいなかったからなんですよね。まあ、ですからこれは、今年何かしらのね補填や、まあ、新顔のバックアップがねあるはずで、この数字ほどはね心配いらないと思われます。で繰り返し申し上げておきますが、もちろんね昨年母が所属していたからといって今年もね同じクラブから募集になるとは限りませんし、3区の入れ替わりでねこの数値が平均化されることもねあるでしょう。でしかし遠沙羅さんのようにねある程度同じ母の3区がね募集される傾向が続くクラブではこのようなね当たり年っていうのが実際にどうもありそうだということはね覚えておかれるといいでしょう。ではね、ここからは実際に19年生まれのねマックス活性産駒の配合をね何頭か見ていきましょう。今回ご紹介するのはサンデーサラブレッドクラブさんとね社内サラブレッドクラブさんに昨年いた母の産駒4頭になります。いずれもね母馬が若くて産駒のね基礎体力には太鼓判を押せる馬たちですが、走るか走らないかのね丸×判定は一切行っていません。あくまでね配合面だけのお話になりますので、その点はどうぞねご了承ください。まず1頭目はねアメリの19ですね。この母アメリ自身もねサンデーさん所属で走った馬でダートのね短距離等で3勝を挙げています。この母アメリのね配合最大の特徴っていうのはこの父のねデストーデッドヒューモアがねゼロ活性だったという点です。でこれによって自分もミスプロとノーザンダンサーのクロスがね両方とも弊害なしになっていて、将来ね自分の産駒に生じるクロスの危険もねこれでぐんと減っているんですよね。19年は北三ブラック産駒がね生まれていますけれども、この産駒もね父と母の配合ではクロスが生じずアウトブリード配合となっています。牝馬ですけどね父にの産駒なのでこれでちょっとね大きめに出れば、まあ、本当にね父譲りの馬と言えるでしょう。続いてはねインナーアージの19です。この馬もね現役時はサンデーさんの所属でね芝のマイルから25まで幅広く走ってね4勝を挙げた芝馬でした。これは母の父であるねディープインパクトの活性値が高いので、まあ、産駒もね母同様のね細身の芝馬が多くなります。初子のね現3歳のアージオンという、まあ、ちょっと小さすぎた感じなんですけども、いや今後もね産駒のタイプっていうのはそんなにね変わらないんじゃないかと見ています。でこの19年はねドレフォン産駒なんですけども、このドレフォンはですね父方のミスプロクロスがねここでゼロ活性であるということがポイントで、今後もですねドレフォン産駒内のミスプロクロスっていうのは弊害がありません。よってねこの子も十分アウトブリード扱いです。お次はですね、I'm Already Sexy の19です。昨年の18年さんはね、父、ダイワメジャーのマックス活性産駒で、社代さんからのね、募集馬でしたけども、今年の19年さんは、父、ハーツクライのミニマム産駒になったという1年でね、
劇的な変化を遂げた、まあ、兄弟ですよね。この赤のね、I'm already sexy は米国産の芝馬ながら、この4代前のね、ベイツモーテルというダート馬の影響が強いので、今年のようなね、ハハリの3区は、まあ、芝ダート兼用にね、適正に出るんじゃないかと思われます。まあ、ともあれね、ハハリの3区っていうのはこの子が初めてなので、母の今後を占う意味でもね、注目の一頭です。最後はね、ホワイトローズセカンドの19ですね。18年産はシャダイさんの募集馬で、父ジャスタウェイのね、マックス活性産駒でしたけども、今度はね、この19年産が父ダイワメジャーのね、ミニマムキ産駒という、まあ、I'm already sexy の兄弟とはね、逆の順番で大きな変化を見せています。母のね、ホワイトローズセカンドはちょっと面白い配合馬で、この父のね、タピット、これがですね、マックス活性かゼロ活性かのね、ギリギリ不明な時期にね、種付けされています。しかしその他の代のね、父馬、例えばこのエルプラドはミニマムキ、それからこのクリプトクリアランス、これはですね、ゼロ活性と分かっていますので、本来であればこのタピットがね、マックス活性かゼロ活性かどうかで母の産駒のね、優先が大きく変わるんですけども、幸いですね、このどの祖先も実はこのダート適性っぽいので、結果的にはですね、母にであれば兄弟はどれも似たタイプに出そうなんですよね。で、一番最高ならこの母のようなね、芝ダート兼用馬になるかもしれません。さて、今回のマックス活性繁殖牝馬特集、いかがだったでしょうか。マックス活性年のね、チャンスを生かした母馬っていうのは結構数が少ないことがね、分かりましたので、出資馬選定の際にね、大切なポイントとして覚えておいていただけたらと思います。いつもチャンネルをご覧いただきありがとうございます。最後にですね、次回以降4月の配信予定をお伝えしておきます。これはね、まだちょっと予定の段階ですが、5月に入りますと、いよいよね、クラブの募集馬解説特集のね、用意に入りますので、その前の4月中にね、アメリカンダミーと遺伝子トピックのね、続きをまあいいとこまで話したいのが一つ。また4月の第3週にはね、リクエスト新企画として、基本編のね、理解をがっちり固めるクイズ&解説動画をね、1本予定しています。これは配信後にね、感想をどしどしお寄せください。また4月の G1 解説は一応ね、皐月賞のみになります。今後もね、3歳戦を中心に、まあ、中2週のローテにね、当たった G1 をその都度、解説していく予定です。そして今回のね、マックス繁殖牝馬特集の2回目はね、シルクさん、キャロットさん、それからトーサラさん編としてね、6月以降に、また他のクラブ編もね、時期を見ながら随時企画しますので、どうぞお楽しみに。今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。